皆さんこんにちは。今回はですね、あるエフェクターを紹介させていただきたいなと思います。そちらがこちら、フリーザトーンのトライアバター TA の 2H でございます。 2H っていうのかな、 2H っていうのかな、どっちでしょうか。フリーザトーンから出ましたですね、新しいコーラスエフェクターでございます。ですね、 TA の 1H、1H、どっちで言ったらいいかわかんないですけれども、それがですね、以前あったんですけれども、それのですね、ちょっとバージョンアップして、またさらにアップグレード、追加機能をですね、備えてアップしましたよ、アップグレードしましたよ、みたいな感じの、まあ、ね、2世代目って言ったらいいのかな、こう、そんな感じの、ニューモデルでございます。前回のそのモデルと何が違うかっていうとですね、まあ、大きいところがこのトーンっていうここがですね、以前はハイカットのノブになってました。トーンじゃなくてハイカット、マウスとですね、ハイの部分をカットするというノブだったんですけれども、ちょっとそのまま読ませていただきますね。コーラス音の音域調整をハイカットコントロールからトーンコントロールに変更しました。右に回すと低音がカットされ、左に回すと高音がカットされます。より幅広い音作りが可能になりましたということでですね、ハイカットっていうものじゃなくてトーンにすることによって、低域と高域をこうですね、こう自由自在に操れるようになったということです。はい。で、ここのですね、ドライミックスっていうところも変わったみたいです。 TA の 1H はドライミックスがウェット100からドライ50、ウェット50でしたが、 TA2H ではドライミックスが0から100になりました。さらに細かなコーラス音の調節が可能になりました。はい。ということでですね、ここの可変がもっと細かく以前よりできるようになって、さらに細かくできるようになったなったというところがですね、この2点が大きいバージョンアップかなというところでございます。はい。もうかっこよくないですか？もう見た目だけでテンション上がりますね。あと、まあ見た目だけでテンション上がってる動画はですね、開封だけしてる動画があるのでですね、そちらで見ていただきたいと思います。まだ見てない方はぜひ見てみてください。はいですね。それでですね、今回はこれのですね、音出しをですね、チェックをですね、皆さん気になる人も多いと思います。音出しのチェックをしてきたなと思います。まあこれどういうエフェクターかっていうと、でも本当にまあコーラスです。で、こう3層のこのね、センターとかレフトとかライトとかね、書いてあるんですけども、後でまあ詳しく説明しますが、ここでですね、3層のコーラス音を調節できて、で、ここで、まあ原音を追加したりとかして、こう4つのね、こう音とかをですね、こう自在に操りながら、そしてね、ここでトーンとかですね、このレイトのノブとかでですね、エフェクトの揺れだったり音色をこう、様々やってですね、コーラス音をいろいろ作れますよっていう、まあすごいエフェクターでございます。で、プリセットっていうものもですね、最初にこの4つ割り当てられてて、このエフェクター本体だけで4つで、後ろのですね、ここにちょっとですね、MIDIのインがあります。で、これちょっと僕今回できないのでここで説明しちゃっておきます。ミディインのここにですね、操作するですね、ミディのですね、コントローラーを挿すことによって、プリセットをですね、最大128だったかな、128個のプリセットを128、記憶設定させれるように作られております。今回ちょっと使えないのでですね、先に説明をしておきます。はい。で、ですね、ここの裏面ちょっと後で見せにくいのでですね、先に裏面だけちょっと言っておきますね。ここがですね、ギターのインでございます。で、ここ L かな、 L、 こう L ですね、ちょっと逆になってて分かりづらかったです。 L と R 書いてあります。ここ、エフェクトの L、左側を出しますよっていう感じです。で、ここに右側を出しますよっていう感じです。で、ここ、エクスプレッション、EXP って書いてあるのがエクスプレッションペダル。で、このエクスプレッションペダルで、まあ、外部のですね、足をこう踏んで、こうなんかね、調節したりするですね、フットペダルを使うことによって、このですね、トーンとか、このレイトのこの、ここをですね、こう足をグッて踏んだ時をいっぱいこうマックスにしたりとかですね、上げていくと徐々に緩くなっていくとかですね、そういうこう設定をできるように外部でもですね、こうリアルタイムでこう音色を変化させることができるっていうのがこのエクスプレッションペダルの
役割でございます。今回ね、エクスプレッションペダルもちょっと僕ね、今持ってないのでですね、先に説明させていただきました。ここは電源って感じですね。はい、そんな感じでございます。さあさあ、ごたごた言ってるよりですね、早くこう音を出して聞かせろという感じだと思いますのでですね、早速、音を出していきたいなと思います。はい、音出しの環境にはですね、フリーザトーンのね、シールドを使ったりですね、フリーザトーンの、この、もうこれはね、確か発売されてない、もう終わってしまったですね、このですね、アダプターを使ったりですね、フリーザトーン感満載で、音出ししていきたいなと思いますので、ぜひ、楽しんでいてください。それではちょっと長いね、演奏というか、サウンドチェックになると思うんですけれども、ぜひ、最後まで聴いてやってください。それでは、どうぞ。はい、では、音出ししていきたいなと思います。ギターはですね、ストラトキャスタータイプのギター、いつも使ってるやつと、で、センターですね。センターのピックアップでやっていきます。うん。で、アンプは、ケンパー、いつも使ってるケンパーの、バッドキャットのリーグで、クリーンで、通してやっていきたいなと思います。で、そこから、パソコンに送って、キューベースに録音という形の、流れで録音していきます。はい。では、早速ですね、まず音出しする前に、各ノブの、この働きをですね、さらっと紹介させていただきます。これ、レフト、センター、ライトって書いてある、これがですね、まあ、それぞれの左、真ん中、右の音の揺れ、ピッチのこう深さだったりとか、揺れの調節をするところになっております。うん。今回はですね、モノラルで出すので、全部まとめてになるんですけれども、ここですね、右と左で分けて出すようなことができますので、それぞれこうね、調節して右の音、左の音とかっていう風に出すことができます。今回はモノラルでやるんですけれども、一応その右と左とかセンターとかっていうのを揺れを調節できるようになっております。うん。で、ここがですね、トーン、これをですね、右の方に回していくと低音がカットされて、左に回すと高音が、カットされるという、まあ、ギターのトーンだったりとか、まあ、いろんなトーンですね、こういうシステム使われてると思うんですけれども、そういう、まあ、よくある、右に回すとパリッとして、左に回すと、もこもこって言ったらあれですけどね、高音がカットされるっていう、ものでございます。で、注意点が、ドライ音にはトーンが効かないということで、コーラスがかかってる音に、このトーンノブの効果が、発揮されるということになります。はい。で、このレイトってやつですね。これは、まあ、スローとファーストって書いてありますけれども、まあ、音の揺れですね。のスピード。こっちが速いよ。こっちにやってくと速いよっていう感じ。こっちにしてると遅いよって感じになります。はい。で、このレベル。レベルが、ここは、まあ、エフェクトオンの時の音量の調整。これは簡単です。うん。で、このドライミックスっていうのがですね、エフェクトオンの時のエフェクト音と原音はダイレクト音のミックスバランスを調整するというものです。これが、まあ、ウェットって書いてある、ドライって書いてある。こっちにすると、コーラス、音、エフェクトがかかった音が 100% 聞こえるという感じですね。ドライの方だと原音っていう感じになります。これを調節して割合を決めていくって感じでございます。はい、次、これモード、これ今マニュアルが光っておりますが、ここポチッと押すと、プリセットっていうモードになります。マニュアルモードの時は、ここのノブ、操作したやつがそのままエフェクト出ますよ。プリセットモードっていうのは、保存してある、まあ、最初から保存してある音だったりとか、自分で作った音とか、保存して、ここを切り替えて、その音をパオッと、ここのですね、スイッチなどで、切り替えて、パパッと呼び出すモードになっております。はい。で、このエディット、隣のエディットモード、これとつけてやるとエディットモードというのになりまして、まあ、作った音を、編集したりするモード、エディットするモードでございます。はい。で、ここ。これが、まあ、エフェクトオン、オフ。かっこいいですね。LED。この青。はい。で、次、さっきもパチパチありましたが、プリセットモードの時の1234。1234。こうやって、まあ、プリセット変えていくスイッチでございます。はい、では早速ですね、音をね、お待ちかね出していきたいなと思いますけれども、まずはですね、エフェクト音だけをちょっと見ていきたいなと思うので、これをですね、まずは全部12時ぐらいのつまみで、まあ、定番12時ぐらい、レフト、センター、ライト全部センターで、このトーンとかも全部センターでやっていきます。で、エフェクト音かけた音だけ聞いていきたいので、これウェットの方で、いきたいなと思います。
で、レベルもまあ真ん中ぐらいでいきましょう。まずは、普通のギターのそのままの音。こんな音です。じゃあですね、ちょっとすいません、プリセットになってました。マニュアルにして、今このパラメーターが反映されるようになります。じゃあ行きましょう。オン、バチ。はい、いかがですか。こんな感じの音色でございます。非常にうん、非常にですね、透き通った感じと、音の揺れをですね、音のこの最後まですごい聞ける感じですね。まずは、これですね。今この3層のこの音の揺れと、じゃあドライの音を、入れるってですね。あ、ドライっていうのは原音の音ですね。を入れて、ちょっとですね、この特徴を発揮していきたいなと思います。じゃあこれも真ん中にしてみます。はい、ドライ音が入ることによってですね、原音に、さらにこう、ね、エフェクトの音がこう、後ろというかですね、これの場合は真ん中なので、まあ同じぐらいの割合でなってるって感じなんですけれども、非常にこう、なんていうんですかね、この原音を、活かして、コーラスの音も活かしてるっていうですね、もうこれすごいいいですね、音ができて、もうこれだけですごい音。うん、いいですね。じゃあ、もっとですね、ちょっとドライの音をちょっと響く、ドライの音を強調した音をやっていきましょう。これちょっとオンオフね、ちょっと比べてみましょうか。今オフ。オン。非常にこれもですね、いいですね。なんか、こういう時ありますよね。こう、なんかコーラス微妙にかかってるけど、すごい前面に出した感じではないけど、でもなんかちょっと耳の、このちょっとかすかなところでコーラス音が聞こえるなっていう時とかね、あると思うんですけれども、そういう時にですね、ここ、このドライのやつを強めにして、コーラス音をちょっと弱めにするっていうね、この設定がですね、非常にこの、ね、様々な段階でできるっていうので、ここまでもできますし、まあ、さらにね、これはまああんまりあれですけど、
ドライ音まで、こう、ドライ音に本当にほんの少しだけ、コーラスのエフェクトかかった音をかけたいギリギリのところとか、もうドライ音だけとかまでできちゃうのが非常にね、いいこのノブですね。ドライミックスのこれ、すごいいいと思います。ここいじるだけでですね、いろいろね、エフェクトのかかり具合を調節できます。はい、ではですね、じゃあ、ちょっと今からですね、ここのウェットもう100%のところでやっていきたいなと思います。まあ、コーラス音だけっていうのでやっていきます。じゃあですね、ちょっと気になる、この辺ちょっとね、適当にこう、いろいろ、この揺れの違いをですね、やってみます。まずはちょっとじゃあ、センターをもう一度聞いてみましょう。はい、じゃあ次はですね、ちょっと適当にこうばらけさせてみましょう。音の揺れの変わりがね、すごい感じられますね。ちょっとじゃあこの辺また適当に、ちょっとこうやって適当にいじってみましょう。こういうの面白いですよね。もうちょっと音量上げてみましょうか。面白い。じゃあですね、超トーンのつまみ見ていきましょう。ここのパラメーター12ずついきます。じゃあトーンもですね、一回もう一回じゃあセンターでちょっと見ていきましょうか。で、右に回すと高音部が強調され、低音部がカットされるということです。じゃあ一回バーッと右に回しちゃいます。こんな感じですね。じゃあ逆にこっちの左の方に回しましょう。すごくね、聞きがいいですね。じゃあちょっとずつ上げていきましょう。次つまみは12時のところ。はい、次、じゃあこの3時ぐらい。はい、次、マックス。右全開。いいですね。このトーンというノブがですね、あることによって、ギターや、アンプで、イコライジングして、ここでですね、足りないところをですね、このコーラスの部分ですね、こうちょっといじったりとか、このコーラスでこういうトーンのね、つまみがあって音色いじれるっていうのがですね、非常に使いやすいかなと思いますので、ぜひここもですね、結構ね、変わりますね。たくさん変わると思うので、ぜひちょっと試していただきたいノブでございます。はい、次、じゃあ次ですね、ここの最後、スロー、ファストって書いてある、このレイトのノブちょっとやっていきたいなと思います。じゃあこれもまず12時、さっきからずっと聞いていただいてると思うんですが、もう一回聞いていただきたいと思います。
まあ、これがいわゆる普通真ん中ぐらいですよ、このトライアバターの真ん中ぐらいですよっていう揺れですね。じゃあ次こっち、スロー。じゃあ本当にマックススロー、マックススローちょっとオンオフ見ていきましょう。本当に緩やかですね。でもこういう音欲しい時もあるんじゃないでしょうか。じゃあちょっとで、ね、9時ぐらい。じゃあ次、12時。じゃあ次、ちょっと早くしてきます。3時。おお、揺れますね。じゃあ次、マックス、もっと揺れます。これはなかなか奇をてらった感じの音の時には使うことになると思うんですけども、これファストも面白いですね。マックスにすると面白いとこかなと思います。じゃあですね、次はプリセットを見ていきましょう。プリセット、128まで保存できるということでですね、たくさんやれるわけなんですけれども、今回はこの4つの、プリセットの音をちょっと見ていきたいなと思います。続きまして、プリセットモードを見ていきましょう。じゃあここですね、プリセットを押します。そうするとですね、ここで、このエフェクターだけだと1234まで、プリセットが保存最初されております。で、最大ですね、もっともっとね、100何個のですね、プリセットを呼び出せることができるんですけれども、最初から保存されているファクトリープリセットってやつを、見ていきたいなと思います。まず1つ目、ファクトリーリセットプリセット1つ目、プリセット1、広がりのある3層のコーラス音ということでですね、説明書を見ると書いてあります。で、こちら、こんな感じのですね、パラメーターをマニュアルで作ると、まあ、プリセットモードの1っていう感じで、こういうノブので設定されたプリセットが入っております。じゃあね、早速プリセット1鳴らしてみましょう。プリセット1ですね。ファクトリープリセット1、非常に使いやすいですね。これ、まあ、一番、こう、結構ノーマルな感じで、使いやすいプリセットになっていると思います。まあ、ここもですね、ノブも真ん中ぐらいで、まあ、このコーラス音、まあ、結構メインに作られていますね。ここも真ん中ぐらいなので、すごい使いやすいですね。じゃあ次、プリセット2見ていきましょう。ここを押すとですね、バンとプリセットが2になります。そしてですね、今回のサウンドはこんな感じのパラメーターですね。これは今いじってても何も聞いてないんですが、こんな感じのプリセットっていうので、見てみます。こんな感じですか？こんな感じですね。ボリュームはちょっとね、こんな感じっていうので。合わせてあるので、ボリュームだけはちょっとここでやっていきます。これ結構レイとかきついのでですね、どんな音出ますでしょうか。ちょっと出していきましょう。Thank you.
うん、いかがでしたでしょうかですね。これはですね、結構ビブラート効果を狙ったサウンドって書いてあるんですけれども、ただですね、すごく音の揺れは速いんですが、このレフトとライトがですね、結構絞り目なので、そんなにすごいワン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 っていう感じのですね、使いにくって感じではないですね。非常にこれもですね、使いどころがあると思います。はい。じゃあ次、プリセット3、広がりとふくよかな広がりとふくよかさを加えたコーラスサウンドっていうプリセット3見ていきましょう。パラメーター的にはこれがこういって、これがセンターがこれぐらいで、ライトもこれぐらいで、こうトーンこれぐらい、レイトがこれぐらいですね。で、これウェット、マックスかな、こんな感じですね。いきましょう。いかがでしょうか。これはですね、これも結構使いやすいですね、サウンドかなと思います。結構広がりがこう緩やかでですね、トーンも結構絞り気味なので、なかなかこうね、なんていうんですかね、こう落ち着いたサウンドになっているかなと思いますが、皆さんいかがでしたでしょうか。そうですね、こんな感じです。じゃあ次、ラストプリセット4、3層のコーラ層にドライ音をミックスということで、原音を結構ミックスした音になります。プリセット4ちょっと先にポチッとしてみましょう。このドライ音をですね、結構入れております。そしてこれぐらい、これぐらいで、トーン結構これぐらいですね。で、レイトこれぐらい。はい、じゃあプリセット4いきましょう。うん、面白いサウンドですね。これ非常に面白い音ですね。ドライ音が結構強調されてるんですけれども、その後ろでしっかりコーラス音が鳴っております。ちょっとオンオフ見ていきましょうか。この耳のこう隅というか、かすかにこう聞こえるコーラス音っていうのがですね、すごくいいですね。こういうサウンドもですね、非常にやっぱ使いやすい。なんかコーラスの音ね、さっきもね、多分言ったと思うんですけれども、コーラスの音欲しいけど、すごい前面にすごい出てきてほしくないけど、でもコーラスの音がね、かかってるっていうね、人の微妙な時にね、使える、プリセット4だと思います。このプリセット1、2、3、4があるだけでですね、いろんな、場面でね、対応できると思うので、このね、プリセット4つだけでもですね、この本体だけでもMIDIのコントロールしなくても、これでも結構いけると思います。で、さらに、ここからですね、エディットモードとかに入って、自分の今だったら4番点滅してますね。4番をこう自分なりにアレンジしたりとかってすることができますので、ぜひ、楽しんでみてください。はい、以上でさらっとサウンドチェック終わりです。はい、いかがでしたでしょうか。こちらのトライアバター TA の 2H。いかがでしたでしょうか。ね、すごく多彩なですね、音作りができてですね、もうこれは、これ持ってれば、もうどんなのにも対応できるんじゃないかっていうぐらいですね、めちゃくちゃ、
いいなと。やっぱコーラスはね、なんか個人的にいい悪いになっちゃうんですけれども、いいのを持っとくとやっぱりいいですよってね、本当に感じさせていたくれるようなエフェクターだったなと思います。はい。でですね、今回試せなかったそのエクスプレッションペダルを、使ったこの音のリアルタイムのこの可変させるのですね、フリーダトーンのですね、方が、Facebook とかに上げてらっしゃって、それ見た時に、おお、これ、エクスプレッションペダルをもうこれ用意してやるしかねえなと思うぐらいですね、こうすごい楽しいようなですね、この音の可変だったりとかができる、このエクスプレッションペダル、さすとこもありますし、もうなんかテンション上がりすぎて、ちょっと何を言うてるのか、ちょっと自分でも あんまりまとまってないんですけど、まあ、とにかく非常に良かったです。はい。これですね、まあ、なかなか、もしかしたら手に入りづらいものかもしれませんが、ぜひですね、見かけたらですね、ちょっと気になる方、そしてですね、まあ、ちょっと余談なんですけど、バンプオブチキンのね、増川さんとかがですね、これの前の、TA のさっき、一番最初に言った1の H の方をですね、使ってらっしゃったりするのでですね、まあ、今後使ったりするのかな、わかんないですけれども、ぜひ、こちら要チェックでございます。ということで、ね、こちらのサウンドチェック動画でございました。はい、今回はフリーザトーンのトライアバター TA の 2H の紹介でした。ありがとうございます。今回の動画もありがとうございます。またよろしければチャンネル登録やグッドボタンぜひともよろしくお願いいたします。はい、エフェクター開封動画もまたやりたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。またね。